だんだん東京のダンスクラブシーンで知られるようになってきて唯一無二の相棒がですね大学卒業すると教師になるのが夢だから教員免許をもちろん受けるんだと他の人たちもあったうちは農家を継ぐからだったりみんな夢がちゃんとありましてでも自分はその 要領が悪かかったのか夢を用意し忘れましてでみんなと同じように就職活動なんかしてみるでもどうしてもどうしてもこうこれで受か,って受かって入ったとしても人の本当に入りたい人がいっぱい入ってくる中で何か役に立って何か抜きんでることはできるんだろうかう自分の夢は何だろうか何に夢中になってきたんだろうかと思ったらダンスに夢中になってきたんだなと。 やっぱり当時はダンスで生計を立てるっていうそもそもの選択肢が頭になかっただけれども一回だけ自分が初めてこれだと思ったものに向かい合いきる必要があるんだと、うん、つまり大学4年生ダンスに全力をかけたけどその物語の始まりと物語の中の熱いシーンはあるけど物語の最後がないと。 でただ辞めちゃったなんとなくみんな就職していくからだと自分のこの将来になった時に絶対後悔というするんだろうな初めて自分でやったことだから最後はやっぱり挑戦しようと最後のページを自分で作ってじゃあどうせ挑戦して次がもうないとなるんだったら大きいものに挑戦して終わろうとで世界一大きいコンテストに受けようとで ニューヨークのアポロシアターってところにあるコンテストが世界一だと歴史がすごく古くてマイケル・ジャクソンもスティービー・ワンダーもここから生まれていったとで世界中誰からでも受けられるコンテストで僕でもいけるでこれを最後やって思いっきり思いっきりこう自分のやってきたものをここで披露してペチャンって潰されてもまあいい面白い話にはなるぞと。 で行きましたそれが2005年です2004年の12月の6日あたりにニューヨークに行って2005年の3月あたりにそのコンテストに出ました。で初めはみんな黒人の人たちでなんで,なんで君が来てるのかなんてなんか笑われましたが。うん 何,何か不思議なことにその大会で優勝しまして優勝したら次のこのトーナメント第2戦があるでそれもその大会も優勝して優勝して優勝してって言ってるうちにこの年間の1000組ぐらいの中のトップの最終決戦まで残りました、はいでダンスの部門で。 トップになってしたら今度はテレビで NBC 放送で毎週流れてるテレビ版のコンテストがある今度はそっちに行きなさいってなってでテレビ版のコンテストでいっぱい勝ちまして9回戦防衛をしましてでそのままもう横綱でいいよということで天道入りを。 でね。待つことの喜びとか粘ることのこの味わいみたいのは釣りはすごく多かったと思います、ね、だから大体のことって時間かけても結果出なかったらあもうダメでいいやってなるけど釣りは時間かけて結果出なくても本当にどっかで結果が出るかもしれない、はい、それを感覚的に思うから。 今どうじゃなくて最後にできたらできたなんだとなのでなんかあと流行りのことじゃなくて自分が狙いたい技を狙うというかそうですはいで隣で隣の人が太刀を釣っていようが僕はベラが釣ってみたいんだみたいな徹底してるわけっぱり。 ランスのの世世界界はこの流行り世界なので隣で流行ってるものあったらみんなそれをやっていくんですけど自分はちょっとそれとは違ったタイプでひたすらひたすら僕の狙いの種目はこれなんだみたいな感じであのずれた道を行ってたのが良かったのかなだから結構本当に釣りは役に立っている人生を助けてくれたと思います。